毎年恒例の女子ミニバスケットボールの交流大会、赤ふん坊やカップが高浜町で開かれ、選手たちが熱戦を繰り広げました。17日と18日の2日間にわたって開かれた大会には、若狭地域をはじめ、県内や関西方面などから16チーム、およそ300人が参加しました。競技はトーナメント戦で行われ、参加した選手たちがチームメイトの声援を受けながら、白熱したプレーを繰り広げました。赤ふん坊やカップは、県の内外のチームと親睦を深め、競技力を高めようと、高浜町の女子ミニバスケットボールチーム、エンジェルスターが毎年開いている交流大会です。いろんなチームの強さが分かったので、もっと強くなりたいと思いました。いろいろなチームと交流ができて楽しかったです。パスを出す時が悪かったので、もうちょっとちゃんとしたパスを出したいと思います。なお、大会の結果、石川県の石崎ミニバスケットボールクラブが優勝を飾りました。